僕はベーグル。フランスパンです。聞いて、フランスパン、ついに憧れていたエレキギターを買ったんだ。そうなの？前々から欲しがっていたもんね。そうなんだ。これで僕もロックスターに。って思ってたんだけどね。好きなギタリストみたいな音には、どうしてもならなくて。何か間違っているのかな？ひょっとして、エフェクターは使っていないんじゃないかな？エフェクター？エフェクターって何？エフェクターは簡単に言うとギターの音を変える機械のことなんだよ。ギターの音を変えられるの？そうだよ。普段みんなが聴いているギタリストの音みたいな、かっこいい音に近づけるんだ。そうなんだ。僕もエフェクターを使ってかっこいい音で弾いてみたいな。それじゃあ、エフェクターを初めて買いたいと考えている時に、何が必要か話してこうか。よろしくね。エフェクターを使ったことがないけど使ってみたいという人は、ぜひ参考にしてみてください。初めてエフェクターを買ってみたいと思っているということは、エレキギターまたは、エレキベース、ギターアンプまたは、ベースアンプ、シールドケーブル、そしてピック。これらはすでに持っているという前提で話を進めていくね。うん、もちろん持ってるよ。けどギターアンプにギターをつないで演奏しても、いまいち迫力に物足りなさを感じてるんじゃないかな？うん、うん、そうなの。ロックバンドがかき鳴らしてるような、かっこいい音を出したいんだ。しかもまだそんなに上手くないから、余計残念に聞こえちゃうんだ。もちろんテクニックも後々重要になってくるけど、ロックなサウンドといえば、やっぱり歪み。特に自宅用の小さなアンプを使って、良い音で歪ませるには、エフェクターが必要になってくるんだよ。そうだったの？知らなかった。歪みってどういう音なのかな？例えば、こんな感じだよ。これこれ、こういう音を出したかったんだ。こういう音は、エフェクターで作ることができるんだ。そうだったのか。じゃあ、早速エフェクターを買おうかな。ちょっと待って。え、なに？実は初めてエフェクターを買うとき、ただエフェクターを一つ買っただけでは、使うことができないんだよ。そうなの？うん、初めてエフェクターを買うとき必要なものが3つあって、まずはエフェクター。それと電源アダプター。そして、シールドケーブルをもう1本。この3つが必要になるよ。じゃあ最初にエフェクターを買うときは、これらも一緒に買う必要があるんだね。でも、どうしてこの3つを買わないといけないのかな？それじゃあ、一つずつ詳しく説明していくよ。まずエフェクターを動かすには電源が必要なんだ。電池で動くエフェクターもあるけど、今はほとんどのエフェクターが、電源アダプターで動くから、アダプターを持っていた方が良いと思うよ。そうなんだ。エフェクターを何台も使うなら、パワーサプライという機材もあるけど、まず最初は、エフェクター用の電源アダプターを使うのが、良いんじゃないかな。どんな電源アダプターを買えばいいのかな？そうだな。例えば、ワンコントロール、EPA2000。プロのアーティストも使用している、人気の電源アダプターだよ。電源は、間違えて使うと、エフェクターを壊してしまうこともあったり、音色や安定した動作にも影響するから、信頼性の高い、電源アダプターを使うことは、とても重要なんだ。なるほど、他には？ボス、PSA100 もおすすめだよ。こちらもプロ使用者多数のブランドの電源アダプターで、ワンコントロールと比較すると、容量が少なめだけど、その分、手軽な金額で購入できるから、こちらもおすすめだよ。じゃあ、エフェクターの電流が少ない場合はボス。容量の多いものにはワンコントロール、みたいな感じで選べばいいのかな？そうだね、エフェクターによって、対応するアダプターが、異なる場合があるから、説明書を見ながら選んでみるといいよ。わかったよ、せっかく買ったエフェクターを壊したくないから、注意するね。最後に準備するものは、シールドケーブルだよ。シールドケーブルは、すでに1本持ってると思うけど、エフェクターを使う場合、最低2本必要なんだよ。どうして？今まではギターとアンプを1本のシールドケーブルで繋いでいたと思うけど、エフェクターを使う場合は、間にエフェクターが入るから、シールドケーブルが、もう1本必要になるんだよ。そういうことか、早速繋いでみたいな。待って待って、エフェクターなどの機材には、いろいろな繋ぎ方のルールがあるから、それを話しながら試しにやってみようか。うん、そうだねー。じゃあ、実際にどのように繋いでいくのか、説明していくよ。まず、エフェクターとアンプ、ギターを使いやすい場所に置くよ。思わぬ怪我や、故障の原因になるかもしれないから、テーブルの端や、椅子の上、斜めになっている場所など、不安定な場所には、置かないように注意してね。うん、気をつけるよ。次は、アンプとエフェクターのボリュームコントロールをゼロにしておこう。ボリュームコントロールは、レベルや、マスターなどと書かれていることもあるよ。次に、エフェクターに電源を接続するよ。
アダプターをエフェクターに接続してから、アダプターをコンセントに差し込もう。エフェクターに差してから、コンセントだね。わかった。ギターにケーブルを接続して、このケーブルを、エフェクターのインプットにも接続するよ。現代のコンパクトエフェクターは、基本的に右側がインプット、左側がアウトプット、となっているんだよ。絶対にそうなの？ごく一部のエフェクターでは、位置が異なる場合もあるけど、最初に買う、一般的なエフェクターは、そう捉えてもらって構わないよ。そうなんだねー。どうしてそうなってるの？余談になるけど、ギタリストの多くが右利きだから、ギターを構えると、ケーブルが右側から出るためなんだよ。演奏者の右側から出たケーブルを、右側から受け止める方が使いやすいから、ほとんどのエフェクターは、右側がインプットになっているんだ。そうなんだー。僕すごくエフェクターについて、物知りになっちゃった。それはよかったよ。その調子で次も行ってみよう。うん、頑張るよ。よし、エフェクターとギターを繋いだら、次はもう一本のケーブルを持って、エフェクターのアウトプットと、アンプのインプットを、ケーブルで接続するよ。よし、できたよ。最後に、アンプの電源を入れて、音量を調整。これでやっと準備完了だよ。音を出してみていい？もちろん、エフェクターのフットスイッチで、エフェクトのオン、オフを操作できるからね。ライトが光ればエフェクトがかかっている状態だよ。ワクワクするなぁ。よし、フットスイッチを入れて。うわぁ、かっこいい。こういう音を鳴らしたかったんだ。これで、いよいよ僕もロックスターの仲間入りだ。エフェクターはね、音はもちろん、デザインや機能など、様々な楽しみ方があると思うんだ。ぜひこれからは、いろいろなエフェクターを探してみたらどうかな？これと、これ、これも欲しいなぁ。あはは、ベーグル。そんなペースで買ってたら、いくらお金があっても足りないよ。練習もしながら、必要な音が出てきたら、その時考えよう。あ、こっちも可愛いな。ダメだ、聞いてないやー。それじゃあ、皆さんこの辺で、次回もぜひ見てね。